はい、おはようございます。6番です。1番さんどうぞ。はい、1番です。よろしくお願いします。2番さんどうぞ。いはい、すみません。ちょっと席外してました。はい、2番です。どうも、3番です。よろしくお願いいたします。4番さんどうぞ。はい、おはようございます。4番です。リンマスター様、お返しします。はい、えー、この部屋はランダムシロの部屋です。なので、正直に関しては誰も何も行動しなくていいです。 1>, はい、1、日目に関しては自分の番で占い仕様と占い結果を述べてください。わかりました。かりました。チャットの仕様について、雑談、考察、CO、CCO、すべ、はい、てのチャットは禁止です。OK です。すべて禁止ね。ルールは以上。質問ある方、どうぞ、はい。ないです。大丈夫です。絶対、あのルールはあの守るから、俺。 はいえー、CO に関しても CCO、カウンター CO に関してもチャットの使用はやめてください。わかりました。はかりました。ってい,いのは2日目以降の占い結果のみ、チャットの使用は占い結果、2日目以降の占い結果のみ、その他のチャットは使用しないでください。質問はないですかねないです。はい、それでは始めます。よろしくどうぞ。 よーし、頑張るぞ。ちょ人狼以外がいいな、俺。よーし、人狼以外、来い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 。さいさあ、6人、6人ってムラすらって聞くのかなおはよう、来た人、YouTube 来た人ね。おはよう、おはよう、今ね。 ちょっと偶然ね、江戸川さんが同村なので、ちょっと頑張ります、俺。江戸川さんを惑わさないといけないんだよね、これ。ムラスラで、ちょっと黒でも打ってみるか。あ、ムラスラできないやん。チャットがないから。ムラスラができないあ。うーん、まあ、場合によっては出る。 場合によっては出るよこれ江戸川さんに黒打つ場合もあるちょうど左だから朝が来ました乱しろや危ない危ない乱しろだった忘れてた乱しろだそうだ二番ああああああ江戸川さんの前か あ、すみません。え、私からでしたかはい、ちょっと。すいません、チキ外しは私んラビト人営です、うん。ラビト。はい、まだ、占いさんで、出ましたかえって。占いさん出たか出てないかだけ、すみません、教えてください。ダメです。最初チャットはできません。まあ、あ、チャットコースはダメなんだっけ。うん、何えじゃあ、えっと、私陣営です、うん、えっと、占いさん出てから、<laughs> えっと。 うん、していいはちょっと印象が悪いな。発言してく発言ださいはい。村人陣営です。ちょっと2番さん、あのー、なんかプツプツなので、なんか助けるかなんかした方がいいかなって思ったりしてます。はい。うん、なんかちょっとどこどこ、まあ、まあ結構聞こえなかった。はい。まあ、なんか、うん。 色々ちょっとしか聞こえなかったんで、まあなんか助けに行けばいいかなと思っています。はいで、まあ、進行論的なものは言いますと、うん、まあ、そうですね、まあ、なんか白、白なんか誰が白いとか、誰が黒いとかいうときは、まあ、理由をちゃんと言ってほしいかなと思います。うん、それくらいですね、まあ、以上、<laughs> 以上です。<問>はい、村人陣営です。まあ2番さんから始まって、2番さんは、ちょっとあのー、席を外してて。 ちょっっとかかんなかった自分から2番さんから始まったっていうのが分かってない感じまあ印象は悪いですよね印象は悪いで3番さん2番さんがプツプツいや自分はそこまで感じませんでしたねちょっとねそこが黒かった3番さんはねまあいわゆる今ね2番さんタスク切り行ったんだけどタスク切り行かせて把握漏れにさせてそこを黒塗りする狼にも 見えましたよねだから俺23なら今は三の方がちょっと黒ですね二は印象は悪いけど三はねちょっと黒ですね江戸,川江戸川先生どうぞちょっとんっ言んてくださいはいおはようございます5番江戸川です2番さんから始まりました私は占い師です3番さん白村人陣営と出ました よって発言が聞けているグレーは2番と4番この6人村は初日狼を釣らないと負けてしまいますえなので発言から狼を見つける練習をしましょうやばー2番さんで違和感を感やばい。の、えー、私からですかちょっと席外してましたルール説明から夜の間に1分しかないですよね本当に席を外していた間違いない、えー、なんなら私からですかの後に占い師さん出ましたかという不自然なんうんなんていうか戸惑いを 人道だなと思っています。四番さんに関してはパッション、パッションが、えー、初日から出てきていた。二番か四番。こめ,め,められたの黒目かというと二番。以上。六番のプレイヤーはようござい発言してください。いますパ番ション出ていんだっますはい、自分占い師です。卵白で三番占われて白です。え？三番さん角白ですね。はい。で自分目線もゴうん、人狼なんで、まあ。 一これどっからいくの、はい、で、まあ一番様が聞けてないからわかんないですけど、自分は今のところ2、4を精査すると断然4。4の方が黒いですね。今考察出てから、あ、占いが出てから考察するって言ったんですが、がうん、占いが出る前から考察はしてほしいと思ってて、その点グレー。けど、うん、4番さんに至っては2の印象が悪いっていうのは良かったんですが、 3がね、あの2のプツプツに対して、これんそれに対して3がすごい雑な黒塗りしたなっていうので、4の印象の方が2、4悪い以上。1番のプレイヤーは発言してください。はい、1番村人陣営です、えー。占いが2人出てるので、今日はどちらかに投票しようと思っています。うん えー、占いが出る前の印象、うん、4番さんが完全に村だと思いました。なんか発言も丁寧だし、そのまあ、2番さん、うん、3番さんに対する考察がすごく、あのー、しっくりきたので、私もそう思ってたので、うん、あの同じ村陣営だなって正直思いました。現状は3番さんが閣僚になっているんですが、まだあの2周目の発言を聞いて決めるんですが。うん 6番さんって3番さん白なのになんで3番さんのことをわざわざなんかん2番さんに触れてたかどうとあこうと言うんですかね2と4のことだけあの言ればいいと思いましたねまあまだあの2週目の発言聞いてどちらかの占い師、えー、偽の方に入れたいと思います五六 <laughs> 決め打ちか2番のプレイヤーは発言してくださいはいえっ、ー、と本当すいませんでしたえっと 意見聞けってなくてすいません。はい、えっと5番さん。えっと考えすぎです。すいません。えっと夜間使用します。えっと夜間止めに行ってました。それだけです。ごめんなさい。はい、猫もいるな、まあ。5番さんも6番さんも4番さん白ということで3番さん白確定で。まあそと5番さんか6番さんと言ったら。まあ！ 5番さんは当たり障りないこと言ってたんじゃないかなって思います。うん、それに対して6番さんはまあ3番さん4番さん、まあ、3番さんに突っ込むのもちょっとおかしいと思ったんですけどまあそれぞれに意見言ったのかなって思ってもう、まあ、印象は悪くなかったです。3番のプレイヤーは、うん 発言してくださいださいはいはどうううもかくしろありがとうございますそうですそでねなんか別に僕は今のところフラットに見てますよ、うんあの、6番さんが僕になんか結構触れたみたいに言ってたんですけど、一番さんがね、それは多分四4番さんが僕に雑な黒にしたうんぬんとことで僕を、僕に触れざるを得なかったことであって、4番さんが怪しいっていう思う理由に僕が入ってたって僕のその雑な殴りが入ってたってだけだと思うんで、別に6番さんそんなに僕に触れてない、ていうか触れざるを得なかった。 じゃないですかね4番さんのその何発言には大体僕,僕のことが重視されてたのねうんだから別にそこは、うんなんなか1番さん、そこを別に突っ込まなくてもいいんじゃないかなと思ったですね。はい、だから別に僕はだから6番さんは別に怪しいと思わなかった、でもちろん5番さんも全然怪しい発言なかったので、マントはフラットで、まあ、2週目のお2人の発言が残っているので、2週目で、まあ、聞いて決めていきたいと思っております。4番 6、はい、人村久々なんですけどこう占い決め打ちなんですよねまあ聞いた感じ5番と6番なら6番がまあ自分のことをねちょっと黒いんじゃないかとけどねここね1票が大事なんですよね6人村ここあの人狼なら俺のことを叩いてくるかなねえ 人狼なら叩かないって意味ではちょっとね、新芽は上がる逆に自分のことを叩いたけど6番で5番さんなんですけどなんかね若干ね最初ね暗かったような感じがするんですよねちょっとの恋のトーンがこれ延長していいんでしたっけ大丈夫ですよね延長はえダメでしたダメでしたらあの言ってくださいねごめんなさい でね5番さん、ね、俺、メタ嫌いだか言わないんですけどなんかね前、すごい元気あったのにすごい元気がね感じられないんですよ。前、村人率いてぐわーっていった感じられないんですねで。自分のことパッションがあるって言って、まあ、今の時点では俺6の方が自分の方黒目見てるけどなんかすり寄りに見えたね5番さんは。 人外いわゆるあ4二から3はねまあ白なんですけど4二から票をもらいたい人狼に見えました、まあ、意見聞いて変わるかもしれません5番さんの考察お願いします。5番のプレイヤーは発言してください。 はい、2周目ですね。声のトーンが低いのは寝起きだからじゃないですかね。寝起き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 寝わざわざ、ヨンマさんの黒目を上げなくてもよかったんじゃないですか、うん、それなら、6が2にヘイトを向かっている。このラインが見られる。 ようなことがあってはならないので、4番さんを殴る必要ないと思います。うん、そこに関してはスキル、人狼としてのスキルがない6番さんだと思っています。えー、まあ仮に4番さんとこう殴り合うことによって、ラインを切って言うとしたら、すごくうまいということになるんですかね。えー、うん、正直2、26、21、26、61、えー、6 6 1このあたりですかね。えー、4番さんはやっぱり白いですね、2周目に関しても。えー うん、6番さんが4番さんを殴った理由って3番さんを殴ったからですよね。そうやって全然関係ないんですよね。そうだけど、村なんじゃないのやっぱ6なんじゃないの ?6 だな、やっぱり。なんか村っぽいな、江戸川先生、やっぱり。やっぱりなんか村っぽいな。 6番、まあの発言聞いてからだな。い発言してください。まず1番、2番、3番が説明してくれたけど、<laughs> 俺は3番を叩いたんじゃなくて3番を叩いた4を叩いたの1周目、うん。そこを間違えないでほしい、うんうん。3は白だから、うん。で、2番さん、あのプツプツで、正直2周目も何言ってるかあんま分からなかったです、うん。すごい困ってます、はい。で、4番さんね、入江さん、サイコパスさん。うん うーん、わかんないから、うんまあ、3をね、雑に殴ったので印象悪いって言ったけど2週目ですっごい白くなりました。えなので自分はもう5。うん、黒いね、6。2>, 2がわかんないんだよね。うん、俺を見方つけようとしてるよね、6。これは6間違いないな。うん、これ6だわ、うん。4はね、白いと思ってる。うん、これで5、4だったら俺はもうマジでびっくりする。うん。<laughs> あとね、あ、追加していいですかこれ間違いない、6! あ大丈夫これ実にあるうん四番をあとは一か二かないみたいなかと言ったんですけどうん五番さんは四番そんな白く見てたのうん俺は一二四全くわかんないからうんどうの相方探すのでグレーを探すのは当たり前それを探す必要がないって真の占い師が言うのうんもうびっくりしたけどねえー、ってうん <laughs> うんその点でも五番は黒なんだけどもう えそんなことを江戸川先生が俺お,おかしくないしたらね、うん、分かってほしいよねさグレーを探すの当たり前だと思うよ心の占い師はうん次生きてたら占い先もね考えないといけないからね以上です一番あと一と二を見極めよう発言してくださいはい二周目ですね占い師どちらかに投票する盤面ですが うん、そうですね。あの三、ー、番さんに対して、えー、触れた理由は六番さんの理由もしっかりしてたので、うんそうだな。その点は分かりました。うん、まあ五番さんそうかねをきいって言ってたけど、ちょっとなんか歯切れ悪かったかなと思うんで。あ、六一か。どっちなんですかね。まあどちらかには必ず入れます。はい、これ、うん、アーカイブ見てる人。五番さんでな。六一、六一ですよ。 六一来ました。六番さんは全然足しいところはなかったですね。うん、はい。やっです四番さんは僕は一週目と変わらず白だと思っているので、五二、えー、じゃないのかなと思っています。あ、私目線でそうなっちゃいますね。五番さんが二千ならね。はい。五二が六一だね。多分六一だと思う。自信ある。はい勝ち確。パチャパチャありがとう。多分二番六番入れると思うよ。 12が5を入れてるんだよ。1, 2が5を入れてるっていうことはもう間違いないね6だわ今ので分かった。 うん、やはりのあいえ6の相方として1、2、どちらかですね、1番さん、最後の意見って、うん、1周目までは私の方が真、6の方が少し怪しいと言っていて、6の今の発言を聞いて納得できた、5番かな、明らかにえ6、1のラインあるでしょう、まあ、2番さんが6え、私に入れてる時点で2、6のラインもあるんですが、うん、これ、どちらかムラなんで、しっかりしてくださいね、6番さんの今の真の占い感はどこにあったんですか 四番さんを殴った一周目二周目になって四番さんがめちゃくちゃ白くなっためちゃくちゃ白くなったんですか六番さん本命でじゃあそのめちゃくちゃ白くなった理由を述べてください私は一周目から四番さんを白起きしていますその違い一瞬六番さんはすり寄りに見えたねというところで今日は確実に6入れてくださいそうだね,うだね以<上>ああいうすり寄りすると黒く見えちゃうよ 多分ほぼ袋だと思うけどね、この1、2がこう入れてるから。ちょっとラインがあるな。重い。6番、のプレイヤーは発、まあ、発言してください。誰が俺に入れてるんだろう。3、3, 4、5、3、4、5。嘘でマさん番 <laughs> マジか。 ん入アさんも悩んでんだ。ああ、なるほどね。えなんか白っぽくない<ー>えなるほど。俺の様子を見たかったのかなんか怪しげない4番さんが二周目に行ったけど、ね、俺が一周目でたいて、狼にならそれできないんじゃないかって言って、ね、うんそこを考えてくれたから、ねうん、4番の村目は俺的に上がったのね。うんで、5番さんが俺に黒塗りしてる理由ってそこだ、そこ行ってんでしょう。 うんでも俺はそれを普通の占い師だったら思うと思うよ。うん叩いたのに、ああ、この人はって、俺を見せめて思わなかったんだって。うん、普通に思うと思うけどね。うん、で、3番さん、なぜ俺に入れるあまあ、村人、まあ両方からもらってるからね、わかんないかもしれないけど、5番、当たり障りないじゃん。わ、うん、かんない、わかんないよね。うん まあ、1、2の精査二2番が聞いてないからついてないけど、うん、俺は、うん、5、1で見てるけど、今日外したらね、ねぐっつりでないともう負けだいい、ね、マジかな。あいやマジ負けたくね、5番強そうだけど、うん、まあ、俺が、うん、4番を胸めていったのはその理由です。うん、今日は5番で入れてください。喋れば喋るほどしくなるタイプだな。 投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。これ、同点になるのかな多分二2、6、1なのかな ?2 か1が多分六6入れるんじゃないので、6になるんじゃないえ夜が来ました。目を閉じてください。 どういうこと何これ負けこれなんなのこれ六 1, 1 4 2かあ三3がおはよう皆さんおはようございます YouTube の人おはようございますえっ 26ってこと ?26 かなグッジョブ沖縄か負けなんだこれなんで ?6 えグッジョブ沖縄か負けなのこれピピないよね2番 のプレイヤーは発言してください。さいはい、えっ、ー、とん、誰も死ななかったですね。はい、えっと、6番さんは占ない結果。6、占ない結果はえ,え <laughs> ?2 人とも同じ。 え、何じゃあ1いけばいいのあ <laughs> と後出しーで6万んちょっと。うんって思っちゃいました。え、これは一<ー>？あ。何これそっか、まあ、ライン切りもあるのか。まあ、一番黒いですね、のじゃあ。が人狼だとすると、ライン切りもあるってことえ、一番を。ライン切りもあるってことん えと<え>あーまとめられない三番のプレイヤーは発言したライン切汁もあるってこと。はいまあ、一番がさんがねグッジョブどこで起きてるの？まあ、今日は一番ねーんでいいんです、ねね、カリウドはいるんじゃないのこれ六人村ってやからないなちょっとその辺はまあ他の人に任せるんですってなんでカリウドを守り先言ってくれないの、うん、一番行っていいんですよね多分まあでまー、あ、ってなる 一56の占いさんのどっちかが、うんまあ、1万さんの相方なんですけど、うん、1万なんのラインがあると思ったのは、うーん、でも61一でちょっと自分お互いにちょっとね、うん、なんかぶつかり合ってた気がしたんですよね、一周目。守り先言わないのでも5番さんの1とラインがあったのかとかって言うと微妙なんですよね。うんわかりませんね。もう一周あるんで、ちょっと聞きたいと思います。 4番のプレイヤーは発言してください、はい、これ関係ないのかな狩人はまあ15か16なんですよねうん、えー、まあ最初の1回目の投票の時は61かなと思ってたんですけど、まあ、2回目で1番が6番入れて、まあ、2番がずっと5に入れてる。 2番がずっと5を入れてるんでまあ25はない25はないしかも1か1が黒だから15か161番が6番に入れたんですよね。どっちなの、まあ、1がまあ今の黒出しの遅さから言ったら6の方が黒いんですけどそこら辺もちょっとねなんで遅かったのか6番さん説明してほしいです。 5番のプレイヤーは発言してください。は,ね、はい、えー、これ6、1が黒,黒、黒、えー。その他は占わなくていいですね、えー。6番さんが怪しいし、1番さんが昨日の最後の発言。いや、2週目聞いて6番さん白くなったね。5番さんに投票します。そんな簡単な理由ないでしょう。と思って1番さんを占いました。6と1が黒です。今日は1から釣ったらいいじゃないですか。皆さん目線、1が黒確定なんでしょうん じゃあ1は絶対釣れるでしょう。うん、明日5と6、私と6番、この発言勝負になってもいいですよ、全然。うん、1>, 1は黒角。うん、村目線ね。村目線1は黒角。うん、なんで今日は1釣ってください。6と1のラインは見やすかったですね。皆さん気づいているでしょう。う出ない方がいいるというところで回します。今日は1投票でいいでしょう。以上。6番。 しくいしあのチャットを遅れた理由なんですが、COCCO と占い結果も貼り付けるのダメと思っ,た思ってたんで、最初の説明で,で、ね、自分の勘違いでね、すみません。なので自分が来るのを待ってました。後ろ5番さんが貼って、いいなと思って、すみません。うん、で、自分が一番占った理由なんです,んですが、一番はね、うん、二番と迷ったけど、何 あの全然発言拾えてないんで、一番さんは1日の1周目に4が白いって言ってたんだよね。うん俺はその時点で、俺1周目は4番、うん、すごいグレーに見てたから、うん一番は1と4のおあの同じ陣営はないかなと思って、で4が白くなったって言ったでしょ。だから俺は一応上なったの、うん。東京も気になったけどね、うん、追加します。で 1黒なんですけど、まあ、みんな今日1位行きたいと思うけど、俺は、まあ5、5からでもいい。うん、1からでもいいのか。うん。まあ、5つってもらっていいけどね、俺は先に。うん、はありえるわけないだろ、うん、村目線で俺俺。うん。そう今日俺釣りか、できないか。ああ、そうだね。 村ラ目線じゃなさすぎるだろう、りんさすがその発言は。うーんおはよう。みかんさん、おはようございます。みなさん、おはようございます。すみません、ちょっと考えがまとまんない。た、う、ぶん多分6クだと思うよ。さすがに。多分黒だと思う。はい、各クロありがとうございます。そっかーね、これな。 どうしよっかないや最初6番って言ったらういなどっちが狼なのかな難しいな3番さんに投票します投票を始めてくださいえだってさ最初5番入れたんだよ6番は白いみたいな感じでさすがにないでしょう6でしょこれは のプレイヤーが選ばれました一番のプレイヤーは発言してくださいはいじゃあ村人の皆さん明日は頑張ってくださいどちらが狼なんでしょうね楽しみに見てます六だと思うよ夜が来ました目を閉じてください六だと思いますよこれはさすがに だって、最初、二日目は LINE りかなんかよく分かんないけど、LINE りなんて6人村で聞くのか知らないよ俺、6人村やらないから。けど、一番最初の投票でも完全に6はい、おかしくないみたいな感じで5を入れたからね、一番は。いや、これで51だったら、 どううなんだろうねそんなのありえるのかな初日に51で1が5をって朝が来ました俺やん昨夜死んだのは3番4番のプレイヤーは 発言してくださいうんやっぱりねその初日のね投票の前の時の最後の1番がもう6番は言ってることおかしくない5番でさすがにね15にはね追えない15は追えないわ追えないんで6番もね昨日も発言もちょっとね どううしようみたいな感じに見えたねでもそのチャットは分かりましたそれはねチャット禁止かと思ってそれは分かりました1黒が遅かったのはまあもちろん今日の発言を聞いてですけどもう多分5番さんも6番さんも言うことないですよね特にもうほんとに、まあ、今のところは6番に入れます以上5番のプレイヤーは発言してください ははい、えー、黒い黒ととして言うことはないです。ただこの6と1がどのような発言をしたかの考察夜の間にねというのは落とせるでしょうおそらく指揮を取ったのは1番さん。1番さんが自分に黒を出してラインを切ってほしいと指示したのでしょうねそれは1番さんのどうしようかな今日は3に入れますどっちが黒なんだろう そういう余裕しゃくしゃくの発言、ここからわかるでしょう、指揮を取ったのは一番さんです。すただ、最後、抜けがあったのは、六番さんに指示はしたものの、えー、自分を釣ることを言うのを忘れたんでしょうね。そして六番さんは、1いかずに5行こうという提案をした、<ー>こんな村目でないことは皆さんわかりますよね。村目線、1しか釣れないんです。そうそう六番さんは、1を釣りたくなかったんですよね。そ,ねそこが一番さんのの最大の点 今日は6投票で終了。以上。すげえな。6投票で終ああ、発言してください。あのね、今日、グッチョブでればね、俺自分つぶりからでよかったんですよ。まあ、無理だよね、六人村だったな。ああ自分は、うん、最終日こうなると思ってて、あ村人が迷う迷うのが嫌だったから、俺は5から行きたかったんだ,だから俺東京も五行ってるでしょ。おはようございます。 さあマジか。うんで、今、5番さんが言ったことね、うん。村人、そんなの考えないと思うよ。うん、そんな人狼しか考えないと思うけど、ね、世の中何話したとか。うん、人狼が夜何を話してるかなんて村人考えないの。俺も今言われてびっくりしたもん。そんなこと考えるのって、うんうん、そんな言い出す時点で、うん、それを狼の中での考察でしょ。村人の中でその考察しないからね、ね、まあ、5番さん何言ってるか僕最後分からなかったけど。 まあ2番さん、4番さん、5番に入れてください、マジで負けますよ。2>, 2番のプレイヤーは発言したくい。どっちか分かんなくなっちゃいました、なんか5番さんは、えっとあのチャットで6番さんが遅い意見について突っ込まれてから、急にすごいはきだきしたりして、すごい論弁を述べて、本当に正しいことをはきはきと言い出して、すごい信、うん信憑性上がりますよね、それ。なんか で逆に6番さんはもうあのすごいあの延長とかまでして <laughs> 本当必死にもうまとめようとしてるけどまとまってないって感じがもう信じてっていう感じがしてあと気になったのが一番さんが最後に、あのー、死に際に、はい、6番さん黒出しありがとうございましたって言ったんですね5番さんからも黒出しされてるはずなのにうん、なんで6番さん。 ちょっとむかついて6番さんにそう言ったのかなってことでうーん5番さん真んのかな投票を始めてくださいあ,ありえんじゃないべはい勝ちましたこれはね余裕でした余裕でした16勝ち確ですパチパチパチありがとうここまで もう1回聞けますよ、江戸川さんの5番のプレイヤーは発言してください、はい、えー、これどういうことでしょうか、なんならこのままでもいいですよ、うん、2番さんがしっかりしてほしいですね、5番が新、6番が偽だと言うなら6番投票で終わりますよ、うん、負けたくないなら6に入れましょう、もうこれ以上、私が話すことはないです、話すことがなさすぎて昨日夜、夜、狼会話を考察したんですよ。 うん、なんもう今何も話すことがないです。6行かなければ村の負け。皆さんもう一回勉強してくださいということですね。発言等と思い返して。まあそれも勉強材料になるのでいいと思います。ただ一つ言えることは6行かなければ村の負け。以上6番のプレイヤーは発言してください。もうあまり弁明することないんだよね。うん 2, 2週しかなかったからね、この黒要素、そんな見つけられないしね、もう最初から俺の目線では黒なんだから。うん、ただ、二番さんは信じてくれたから、うん、また五人教師に。え、俺もわからなきだった。俺入れねえよ。<laughs> ねえ、どっちだわ<あ>からない。イリさんね、あ,あ入江さんに俺一言言,言うわああ。俺は真の占い師、村人陣営 <え>うん初日入リエさんが上がってね5かに出ていい、うん、疑ってごめんって思ってるなんかロキシンぽくない、うん、5に入れなきゃ負ける俺に入れたら負けるからね五行く,、うん、くよ五行くよちなみに ?5 だね5最後に、さ最後の最後にメタになるけどうんサイコパス入リさんうん、うん、俺は死んだから俺に入れたら俺はチャンネル登録を消す以上えぇチャンネル登録だってありえんえ、これえ動画視点怒んないかなこれで外れる e くよ五行くねえ えっ、あっうーんそんなもん、そんなもん、ゆる、ねこれ間違い今の発言は苦労でしょ。おおっと <laughs> まだ行く。これ、俺、噛まれるまだ行く6ここ、ね。6人村でここまで来るのね六6人村でここまで来るのね二2日ぐらい多くないか。ここまで来るの もう、江戸川先生も喋ることないって言ってるやん。ないよ、そりゃ。<laughs> そりゃもうないよ。盤面動かないんだもん、もう。動かないんだもん、こんなの。どうすんだろうね、これ6番は。多分俺を噛むんだろうね。これ2番噛まれた時だよね。2番噛まれた時、俺はどうしたらいいのか。一番最初の発言で。2番噛まれた時。 2番噛まれたとき、俺はどうしさあどうしたらいいのかうわっ <laughs> 番番えー、2番噛んでくるのく自分じゃないの俺は一貫して6が黒に見えてたんだよね。 で2番これえこれ5なの ?5 なら相当うまいよこれえ江戸川さんなのこれ黒 51? なんで2かむのねえ江戸川さんあなた黒ですよねこれねえあなたでしょかんだのあなたしかいないでしょ6番が噛む ?2 番俺今5番に動いてますよ バレバレですよ、これ。江戸川さん、あんたやっちゃったね、とうとう。やっちゃったんじゃないのこれを、俺を論破してください。こういう、こういう理由で、ね、俺の心を動かせれるな今はね、もう90%ぐらい、江戸川さんに入れる気持ちでいます。以上。さてよ、江戸川さん、俺を。はい、入れるなら、どうぞ、入れてください。 ただ、村の負けっていうのが結果についてくる。これだけ四番さんに言っておきますね。私なら、そうですね。かまない選択をして、もう一度発言を促し、票を集めるようなことをするんじゃないかなと思ってます。かにそうだ、ね、噛まないよね。六番さんならかむでしょうね。一番さんが落ちているんだから、指揮者が消えている。か噛まないよね、普通。という意味で四番さんは私に入れるんですよね。別にいいですよ。私はしっかり発言して楽しめたと思ってます。ただ、村が勝つなら六に投票。 村が勝つなら6に投票。私はこれしか勝つ、ね。やっぱ六かな。やっぱ6かな。4番さんがパッションで行くなら、私もパッションで行きます。6は確実に黒です。<laughs> うん。初日からの私の説明、頑張って説明したの覚えてますかそこを全て無限にして私に投票するならそれでもいいです。ただ6、1が6で,できないよ。今、できない。できない。無限できません。今のところは。けど6番のゲーム聞くよ。うん。俺だったら構わないよ。うん。俺だったら構わない。 うん、いや噛みそうでもなんだってことは。名前が噛みそうなんだもんね、こいつ。逆に理論で迷わせるために、うん、噛んだんだと思うよ、俺は5番はね。2、う、は、ん、ずっと5押してたでしょ。で、入江さんはずっと俺だったでしょ。うん。うん、で、俺が入江さん噛んだらもう、ねえ、2はさ、うん、俺を疑うじゃん。うん。ななそ,うそれを逆の理論でやってるわけよ、入江さんに。うん。全然こうあるんじゃないの うん、もうそれしか言えないな。えー、うん。うん、負けたくないんな。いいさ、これ、間違えたらせ、うん。<laughs> うん。6人村楽しいね、ここまで行くとね。うん。黒かなまあ、これに入れたらね。うん。一ヘリが。え、ごいくえ、もう五いくよ。いいね。いい、大丈夫オラじゃないべなんか怪しいよね。五。 ろくのわかのわかの、わか冗談やん。んパチャパチャチありがとう、こういうこと、ろくでした。六番。バレバレだね。こういうこと。六一。パチャパチャチありがとう。ええ。人狼の勝ちです。<laughs> ええ。もう言ったやん。マジで。 マジかマジかえ一番うまかったね一番うまくない一番うまくない一番がう,うまかったよねマジで。ほら5番やんえ。えマジで ?1 号なんだ。 すごっはあじゃあわざと2番噛んだのかもう裏の裏を書いてきた感じか裏の裏をかん書えてきたのえ裏の裏かはあ3どこ守ったんだろうね噛んでないのかなそれはないか。え どこ 6, も6ならあれだよねどうやって見るの守り先どうやって見るの分かるの分かんないゲーム記録っていうのあはいはいん守り先って分かる 守っえどういうことどこどこ守ってんのこれ四番を護衛しましたこれ噛んでないの噛んでないの わかん噛んでないってことはあ。え、なんでなんで噛まないのはあ。そうなんだすごいなぁ江戸川先生マジでえ、一番がねいや、一番がさ 1>, 1番が最初日回目の投票で5入出てるんだってこれって不利じゃないのそんなことないのかな5番になったらでまあ2回目変えたんだけど分かんないなで2日目に黒だからねはい ま、あこれあの、後で動画残しとくんで全部見れなかった方は、見てくださいうんすごーあ、今、江戸川先生がね、いるから同村したい方<人>どこか行ったら江戸川先生いるかもしれないよもそもそも噛んでない噛んでないんだな四万の2うーん PP6 パターンだから噛んでないよ死滅び通知 さあ、さ YouTube の人いらっしゃいません。あのね、今、ニコ生だけをつけてて、なんか、世界チャットで、あの、江戸川先生が募集してたの、6人村で。ですぐ YouTube をつけて、ちょっとコメントがあんまり見えなかった。YouTube の人、ごめんなさい、いらっしゃいません。チャンネル登録お願いします、チャンネル登録。あ、ちょっと待って、ボーミ遅れてるな。

イリエ君どこまで有名人なの騙せると思ったんだろうねカリ,カリウドさんだね3番初日そ,そう難しいわ圧に負けたわ圧に完全に圧に,に負けた入れれるもんなら入れてみろって言うね入れれるもんなら俺に入れてみろって言う